オリンパス、オリンパス XZ-1、オリンパス 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 XZ-1 は、オリンパスイメージングが販売する最高級コンパクトデジタルカメラ。2011年2月18日発売。2010年9月に開催された、ホトキナで同社のコンパクトデジタルカメラのフラッグシップモデルとして開発が発表されるとともに、 モックアップが参考出品された。実際の製品は翌2011年1月5日に米国で発表され、続いて1月12日には日本でも発表された。従来のオリンパスにはなかった新たなシリーズのコンパクトデジタルカメラで、機種名の XZ はエクストリム随行を意味する。2012年9月には後継機のスタイラス XZ-2 が発表され、 同年10月26日に発売が開始された。主要な変更点は、イメージセンサーが1200万画素の CMOS イメージセンサーに変更されたことや、背面モニターが上下可動式になったことなどである。デジタル一眼シリーズ E システムオリンパスペンに採用されている、随光デジタルレンズを I 隋光デジタルレンズとして、コンパクトデジタルカメラに初めて搭載。 コンパクトカメラ用に新設計したレンズは 35mm 算二28から 112mm 相当の4倍ズームで開放 F 値が F1.8 から2.5と明るくこれまでコンパクトデジタルカメラでは難しかった背景ぼかしなども容易になっているまたイメージセンサに一般のコンパクトカメラより大型で E-10 等の かつてのコミディアシリーズの高級機とほぼ同じサイズである1、1、1.63型の CCD を採用する一方、画素数を1000万画素に抑えて、画素面積を広げ、ダイナミックレンジの拡大を図っている。プログラム AE のほか、絞り優先 AE、シャッター速度優先 AE、マニュアルといった多様な露出制御方式を搭載すると、共に、RAW 画像で記録することもでき。 高度なテクニックを用いた撮影や現像も可能である。動画は HD720P や SD での撮影が可能。背面モニターには有機 EL ディスプレイを採用。さらに、電子ビューファインダーやフラッシュ等の良い,いシステムや、オリンパスペンシリーズのアクセサリーの一部も使用可能である。本体色は発売時にはブラックとホワイトの2色であった。 2011年12月には新色のチタニウムシルバーカラーの本体に電子ビューファインダー VF-3 および自動開閉キャップ LC-63A をセットにしたプレミアムキットが3000セット限定で発売された。チタニウムシルバーカラーの本体は単独販売されておらずプレミアムキットでのみ入手可能である。ありがとうございます。